あ、いいですか。いすはいあ。こんばんはでいいですよ。こんばんはから始めましょう。こんんあの、これ京都用だから。<や>こんばんはで。うん、で、こんばんはの部分をカットして、昼用にする、はい、してるんですよ。あ、そっか。はい。<laughs> こんばんは。こんばんはー。えー、るいのあるユリアの館、経済総合分析手法です。で、今日は、はい、あの、ま、マニラから。 戻ってきたんですけど、はい、今日帰られたんですよね。そ,その足でも収録にいらっしゃってで、このマニラという場所は、はい、あの本当、あのマニそういう植物が植わる場所って意味だったんですけど、はい、本当に植物が植わる場所であって、うん、本当に植物がいっぱい植えてあるんですね。うん、で、この。あのビルの屋上とかに、うん、そういう。 熱帯系のあのヤシの木みたいなものがあの上植わっていたりとか、あの非常に緑が豊かなんです。うんはい、で、この緑が豊かであってあと人々があのマニアな意味で真面目なんですね。はい、マニアなっていうのはだからこだわることに関しては真面目なんです。 こだわりがあるんですみんなさん何かしらこだわりがある個性が強い方っていうことですかねす、うん、ビジネスなんです実ビジネスではい。そうなんですだから南の国というとアバウトという印象があって、うんはい、確かにだから興味がないことについてはアバウト極まりないんですけど、うんはい、約束をきちっと守るとか、うん、でどんな人もだから仕入れと売り上げの概念が分かるとかあの非常に賢明な方々なんです、うん、あとあの。 肌の色がいろいろな方がいらっしゃるんだけれども、はい、あのマレー系の方と言われている方はあのやはりあのアジア的な健康的なあのあの褐色の肌の方ですね、はい、でそれと中国系の方であとスペイン系の方がいらっしゃる、はい、でフィリピンの健康的なところはあのやはりこの褐色系の方があの非常にあの社会的に優勢であるというところなんですね。 うん、あのそこが非常にそいわゆる植民地諸国と違っていて非常に自主的で民主的な感じがすするんですね、はい、で私もだからあのペニンシュラというあの本当にあの某財閥系の,、ね、あのホテルなんですけどそこにいらっしゃる富裕層の方々がマレー系の方の方が多いんで非常に現地主体の<ー>とても健康的な国家だと思うんですけれども。はい やっぱりこう民族、いろんな民族いらっしゃいますが民族によって富裕層がいたりこう貧困層がいたりいますね、はい、どの民族逆に貧困層なんですかあの貧困層もやはりあの、はい、褐色の方のが多いんですけれども、はい、富裕層も褐色の方が多いまあまあ現地の方です,れです、ね、それ現地の方ですからねだからもうビジネスが好きな人、ビジネスが乗る人と、うん、乗らない人とで別れてしまってる感じがしますね、はい、あと あの産業独自の産業がなくっていまいちないんです、うん、貿易の国なんですね、はい、まあ貿易というのはだからこれもフィリピンに行って気づいたことなんですけどなぜ貿易で継続的に富が上がるかというとだから都市によって得意なことが違うわけですだから得意にできる地域の方に作ってもらって得意じゃない方のところに売ると莫大な利益を上げ続けることができるんですはい 何百年という単位でずっとそれが続いてるわけです、ね。なるほど、何百年？うん、その都市によって能力に偏りが生まれるというところが、はい、貿易の基礎だと気づいたんですね。うん、これもマニラにいて気づくことができたんですけど、はい、であとマニラの大学に行ったんですけれど、はい、トマス大学という。トマス大学？あのスペインが作った大学ですけど。はい それが本当に今は現地の方の大学になっているんですね。はい、自然にそうなっていて1611年からの大学なんですず、はいぶん古い大学ですねそうしたらそうですもともと医学の学校だったんですん今ではあのあとは商学ですね、はい、商業の学校です会計士によく受かったとか、はい、パネルが貼ってあったりします、ねはい、でも,もう一つザフィリピン大学という方はまあ少し理系寄りの大学が今世紀に はい、渡ってでできたんですけれどもやはりまあ歴史のあるトマス大学の方が、うん、あの行ってみたいなと思って行ってみたんですうん、うん、あの非常に感銘を受けることができたんですけど、はい、であと都市と都市の間ですねマニラの中でも繁華街と繁華街の間をタクシーで走る時に、うん、大通りがない場合が多いんですようん、うん、マニラでは。そういういい時に本当現地の方のの方らっしゃる下町の 道を走るんですけれども、はい、本当現地の方の生活を垣間見ながら走ることができるんですけれども、うん、まあ薄暗いんですよね、うん、余計な光はくっつかず、えー、え余計な光がないんですよマニラって表通りはきらびやかなんですけれども、はい、実際現地の方が生活をしておられる場所は。 非常に元気なんですけれどもあのきらびやかではなくまあ夜早く暗くなっちゃうっていうことですよね,そうですねやっぱりコスパの問題もあるんですかねそうです、ね、ういろんな日をそんなに日本語で豊かではないからい豊かではないような感じはするけどだから技術的に見たら豊かではないんだけれどもうん、うん、ただ彼らはきちっとこだわるところにきちっとこだわるので、はい、実質はそんなに 結構豊かだというとまあどういった分野の工業がじゃあ商業が発展してるんですかねやはり貿易と貿易は非常に昔から貿易なんです、ねはい、でその後は IT ですね IT ビジネスあと金融ビジネスですよね、まあ、銀行ですよね、うん、そういうものが発達していますねただ銀行というのは何のためにあるかというとうん、うん、貿易を円滑にするために あるというそういいった商業銀行が非常に多でんだからマニラという町をだからよく知っている人は貿易の町だと知ってるんですよね。うん当、うん、シビアに仕入れて売り上げてということを多国間でやってですね。うん そこのむしろコントロールをしているな国なんですけれどもなるほどじゃあ今後非常に将来性があるっていうそうですね将来性は非常にあるんですねビジネスが商ううまいっていうことこです、ね、そうですね、はい、これからもっともっとあの非常に客は上がってくると思いますね、はい、そのだからコスタリカとかスペイン時代の多国間貿易をそのままやっててできるんですよね、はい、そのセンスをそのまま受け継いでるってことですよねうん、うん 何マ,マニラを経由してもしなくてもだからこことここの都市の間の価格差っていうのをきちんと把握していって、はい、貿易ができるってね。うことですよね。であの本当とにあのマニラの土地でやっぱり綺麗だなと思うのは、はい、やっぱりその褐色の方々なんですね。うん最初はだかからその中国系とか の方もいいかなと思ったんですけども。まあ、これも個人的な好みですよ。逆差別になっちゃいけないですけど。ま綺麗で用紙がってことですか。用紙綺麗ですね。やっぱり合うんですね。フードに合うんですよ。なるほど。もう写真撮れば、ま綺麗なポストカードみたいにまとまる。そうですね。本当に。うん。まあ、東洋の真珠って言われたっていうのは、その通りだなと思う。東洋の真珠か。美しい言葉だ。 そそうなんんでですすけどね、はい、そこにやっぱりエコヒーキーが生まれてくるだからこう某世界的な商売の上手うま、ん、いなんとか財閥っていうのはありますけれどもなんとか財閥とかなんとかという人がいるんですけれども名前は違うんだけどドス,スダンとかドスダンとかのマニラバージョンみたいな。マニラバージョンっていうかだ <laughs> と思ってたけれども。はい 一番本名らしいんですよねらしいとは聞かないけれどもこ、えー、はやっぱりそのユダヤの本家があるっていう、ね、ユダヤというかだから一番貿易のやりがいのある地域だったでしょ、はい、1800年代、はい、そのままずっとそうだという感触はしますよね、うん、さっき言ったあのペニンシュラもそうだし、うん、まあキャセーパシェキもそうですし、うん、つまりあの結局スコットランド系の方の名前にはなってるけれども もうすぐその,そのなんとかのお茶さんが出てくるんですよ。うんうん、なんとかじゃあ分、うん、かりますよ皆さん聞いてる方々ははいとかどすとかなんとい一番だから関係の深いところですよね興味深いですねはいでやはりその香港の、はい、香港の通貨を発行している某4文字の銀行も関係があるんですよね。はい、うんだから ロスなんかの傘下にあるということですね傘下どころかもう身内の企業なんですよへうんなんで本家と言えるかというとやっぱり回している額が非常に大きいんですよつまりそのヨーロッパ本土よりも大きいぐらい回してるんですよ、はい だ必ずしもワスプマングドサクソンプロテスタントが世界を司会してるっていう陰謀の方は、うん、必ずしも正しいわけじゃないんですねそうなんですだから米国が主体とも言い切れなくって、はい、そのだから言われてることと現実とはちょっと違うんです、はい、で、合理性があるんですよこの東南アジア地域の回ってる額の大きい理由は、はい、だから多様性に富む地域なので、うん、もちろんここで貿易をすれば 貿易のの利,利益率は本土比でではないんですよヨーロッパのだから当然力を入れただろうってことは分かるんですよ。でそれと中国ですよね。だから中国はだからまあ言ったら何だけど管理社会けどだから自由貿易をしている地域だから自由貿易の発祥みたいな地域とだからやっぱり気質がちょっと違うんですよ、うん。より自由な雰囲気がするというと マニアの方がそうです、ね、まあ中国はやっぱり、まあ、経済は資本主義でも国民の管理体制はまだ共産主義国です、ねまあ、だからもう本当工業の国なんでね、はい、工場をいかにつく、うん、作ってますかなんでそれはだから信用管理した方が工場を回しやすいと。うん、だ貿易っていうのはだからそれには合わないわけですよちょっと。うん、むしろそのギャップを生かすところが貿易なので。 その思う思のはだからマニラにに関して思うのは特に主体性が高いんですよね現地の方が直接それに携わっているというところが違うしその例えばマニラホテルとかに行ってももうそれと母式方とマニラの現地のお姉さんとかとの本当に仲良い,の良い写真が飾っていっぱい飾ってあったりとかただその感じが本気の感じなんですよね、うん。うん なんか僕はそこからやっぱり本当にただならぬ関係だろうと思いますね。はい、うん。面白いですね。じゃあ日下さん社長的には、まあ、今後マニダが世界の中心になるといや影ながらそうだったと思います今までも日本よりもマニダはいつで追い抜くと思いますかだから数字では追い抜かないかもしれないけど、はい、キーポイントを昔から要所ですよね、うん、商売の要点を押さ、うん、えているところではあるんですよ昔から。 うんうん、商売ってそのポイントを抑えるところが強いですからなるほど、うん、まあ日本はポイントが抑えてるかというとそんなことはないですよ何何でで、うん、でももあありりの逆にポイントがすすぎて分かんなないいみたいなそうなんですよね。はい、で、うん、そこでだからマニーあとオタクの関係です、うん、オタクっていうのはだから一つの場所に集まってみんなで中心のところに集まっていって一つのものを作り上げようという産業的な感じですね。うんうん マニアっていうのは貿易で気に入ったものを収集してこようという方ですよね。うん、ほどでそれはちょっと全然数学的に言ったところで次元が違うわけですよ。はい、中心に集めてくるのがまあ典型的なのはご好きなんですようん、うん、あの まあま天、あ、気、ねうん、的に言ってだから、はい、5つの地域でそれぞれの価値を生かしながら商品をぐるぐる回したら莫大な利益が上がるわけですよ、はい、そうですよね多分そういう意味だと思うんです、まあ。木下社長の経済総合分析会社のマークがごぼうですから <laughs>、はいうん、そういう意味があったわけですね。うんで可愛、はい、か,かったのはだからマニラの空港にこの目がこうう本、ん、当 かわいい目のマークで顔が見る目いやホルスの目がホルスの目じゃないんですよもっと無邪気なこういう目なんでクリクリっていうクリクリとした目が描かれてるんで丸い顔で天使なんですよすごい無邪気な感じなんですよで真ん中にこの「五ぼ星」が書いてあるはいそれどんな意味があるんでしょうねだから商売がする天使さんで僕はんだかこの間になんか本命だと思ったのは だから、おどろおどろしく書かれてるはずのものが、すごく、なんか純粋で無邪気なんですよ。うんうん、なるほど。そ,そこから、むしろ僕は思うのは、ここが本命なんだろうと思うんだよ。うん何でも、その本命なものほどシンプルなんですよ。うん、僕の経験でも、うん。深い言葉ですね。本命ほどシンプルだよっていう。そう。深い言葉だ。から、僕は本当にね、シンプルに、この、なんだろう。楽しくなりました。もんある、あそこにいて。うん だからあのラジオ番組は本当にあのとても明るくて、はい、心がやっぱりもう解きほぐされていくという、うん、いろんなもののオマージュなんだけど、うん、もっと洗練されてるんですよ、うん、そういったところでしたねでだからマニアという人はだからオタクの人とはやっぱりちょっと見ている軸が違うけれども、うん、何か良さを見いだして違う角度から引き出してくることがあるってところですね。うんうん どるほど面白いです、ね、でだから例えばだから日本のオタク文化をそのままマニアの人に持っていったとしても、はい、マニラでもマニアでも一緒ですけれども、うん、そのまま受けるわけじゃなくて、はい、マニアの人がさらにチョイスして選択してくるんですよねそこから。はい、彼らが選,ばない選,ば選ぶと価値あくまでだから選ぶ側というところですよねだから買う側なので、ねうん、向こうがね。うんそこが ありますね、うん、ただだからそこでも出てくる一番の問題点はだから貿易が意外と優位であるっていうところなんでね今の時代ものう、うん、をいっぱい作っていくらいいものを作っても結局選ばれなければ価値が芽生えないというところ、うん、そういうシビアなところを痛感するっていうところを感じましたねマニラにいて感じた一見だから技術的に見たらいろんなところが至らないようだけど。はい なんだか住んでみると本当に快適で洗練されているんですよ。でそれとあと私の,の昔の昭和とか大正の時代の人の話を聞くんですけどね、はい、日本が心配だってそれは遊んでる若い子が心配なんですかって聞いたんですけどね、うん、違うんだって戦時中の悪い空気を背負っていることが心配なんだと 戦時中の悪い空気を今の安倍政権が以前ですね、もうそれ以前からずっと、なんだろう、まずだから、生きるとかビジネスが成り立つとかということを考えもせずに、技術にこだわったりとか、うん、そういったことの方がよほど日本的だないような気がするんだと言われて。のない技術テクノロジー,うーそう うん、だから人のために役に立つというところがまず立脚していないようなところとか。大義名分がないという大義名分というか、うん、ユーティリティ実際使い物になるという実利性、うん、人を本当に幸せにするという現実性というところがないというところの,のが怖いよと言っててなるほどまあちょっと商業系の人ではあるんですけどね。はいうん、ということを感じてあそうか技術立国って。 戦後のテーマっていうか戦時中以後のテーマだったりすると思って大昔の日本はそうでもなかったのかもしれないとか気づかされたりもしましたね。うん、ということでまあマニアとオタクの良い関係について僕はこれからも語っていきたいと思いますね。うんはい、楽しみですね今後の木下社長木下博士のマニラでのご活躍にご期待ください。あ,ありがとううございましたどうも また来年もよろしくお願いしますよろしくお願いいたします